77丁目駅は、マンハッタン区、アッパーイーストサイドのレキシントンアベニューと77丁目の交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。4系統が深夜のみ、6系統が終日、6系統が平日20時45分までの混雑方向に停車する。この駅には2本の線路と2つの相対式ホームがある。 急行線はホームの下の木座橋にあるためホームから見ることはできない。2003年の改築の後、ほとんどの古い電灯が撤去されたり壁から外されたが2019年現在でもわずかに残っている。両方のホームには急行線からの緊急非常口がある。2004年にロバート・カッシュナーによる4シーズンズ・シーザンドという作品が設けられた。 作品は四つの季節の気候をテーマにしており、改札の上の天井に展示されている。レノックスヒルホスピタルとニューヨークシリーズ、大学ハンター校社会学部が駅の近くにある。北高ホームの階段は、レキシントンアベニューと77丁目の交差点の東側、南高ホームの階段は西側につながっている。なお、両ホームをつなぐ、改札内連絡通路はない。 現在は、南広報部側のみ駅員が配置されている。かつては、北広報部側にも配置されていたが駅事務室ともども、廃止された。ありがとうございます。